皆さんこんにちは、ケイズです。よくね、車のケミカル系のメンテナンスで、例えばワコーズのフューエルワンを入れたらアクセルが軽くなったとか、クレのエンジンコンディショナーを吹き込んで、まあ排気系からね、もくもく煙を出してメンテナンスした後はアクセルが軽くなった、よく言うじゃないですか。本当に皆さん分かってんですかね。ちょっとぐらいカーボンが外れても皆さん体感できてますか。まあ多分ね、それ体感できるの人ってレーサーさんぐらいじゃないんですかね。で、ケーズはまあ今回本当にね、ファイバースコープを使ってどのぐらいそのカーボンが取れるか、本当にいいのか、やってみました。先に結果をちょっと漏らしちゃうと、フューエルワンでもエンジン内部のカーボンや、まあ、インジェクターの表面そこそこ綺麗にはなるんですけど、やっぱりね、いまいちなんですよね。そしてちょっとひと手間はかかるんですが、直接ファイバースコープを覗きながら、このようにね、インジェクターとかバルブの裏に直接吹きかけると、もうこのようにね、ピッカピカになるんですよね。もう先に結果を言っちゃいます。ワコーズのフューエル1はカーボンが7割は取れます。まあズボラでね、簡単にっていう方でしたら、これでも十分に大丈夫なレベルです。そしてひと手間はかかるんですが、エンジンコンディショナーを直接吹きかけるともっと完璧に綺麗になります。クレのエンジンコンディショナーとワコーズのエンジンコンディショナー、どっちがいいのよっていうとね、これ分配はクレのエンジンコンディショナーに上がりました。これをね、実際にカメラを見ながら皆様にお見せします。そして前半はまあ単純にこのケミカル勝負だけ、そして後半はいかにね、こういう風なメンテナンス作業をやったか、でその途中でもやっぱりいろんなノウハウがあります。それをね、メンテナンスの中を細かくお見せします。で最後にカーボンを取ったら車種代でどのぐらい本当に馬力が上がるのか、ディーゼルの事例もお見せします。まあ軽度はガソリンなんですが、お見せする事例はディーゼルです。実際に車種ダイナモで測ると、常用領域では30馬力も上がっちゃうんですよね。ですから感覚で物を言うんじゃなくて、ちゃんとね、こういう風な目で見たり数値で測ったり、そういう風な動画になっております。はい、皆様お楽しみに。はい、皆さんこんにちは、ケイズです。今回はね、ケイズが乗ってる CX5、 これ7万キロちょっと走ったんですけど、今回はこれをね、このツール、これテスロン様よりご支給いただいた、まあ、TD500 っていう結構高解像度のスネークカメラ、これね、どういう風に動くかというと、はい、見ててね、ほらこんな感じでウニョン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 、こんな感じでね、ここの手元のダイヤルでこの先端がね、ウニョンウニョンで、これを使って、まあ、エンジンのプラグホール、まあ、ガソリンエンジンのプラグホールから突っ込んで、直接インジェクターにね、汚れがついてて、まあ、これに汚れがついちゃうと、ね、綺麗な噴霧、ガソリンがね、気化できない、噴霧ができないので、これを見ながら落としたいと思います。で、まあ、それ以外にもね、ワコーズさんとかクレさんとか、どっちがよく落ちるのよっていうのを性能比較をしながらやってみたいと思います。皆様お楽しみに。実は話はちょっと端折ってるんですけど、このケイズの CX5 現在は9万キロ走行なんですが、7万キロ走行の時点で1回ね、後から示すケミカルを直接シリンダー内部に吹きかけて内部のカーボンを落とすっていう方法で、1回綺麗にね、内部、インジェクターもそしてバルブの裏も全部ね、綺麗に清掃してます。もう一つ使うアイテムはクレのエンジンコンディショナーに、ジョイフルフォンタで100円で売ってるこの長いロングノズルの先端を炙ってね、U 字型に曲げたもの、これをね、サイドビューカメラを使ってバルブの傘の裏を狙って噴射します。ジャストミートですね。
このエンジンコンディショナー直接吹きかけの後乾燥させた状態がこれです。まあ、このようにねピッカピカにインジェクターの表面もインテークバルブの傘の裏も綺麗になってます。でそれから2万キロ走った状態が今です。ですからこの2万キロ分の汚れを単純にガソリンの中にフューエル1の添加剤を入れるだけで取れるのか、もしそれでもダメならケミカル直接吹きかけでグレのエンジンコンディショナーがいいのか、ワコードのエンジンコンディショナーがいいのか、それをねそれぞれ比較したいと思います。はい、そしてね実際にねちょっとデモンストレーションとしてこのね TD あのテスロン様よりご支給いただきましたこのスネークカメラ、これねここのエンジンルームを開けてプラグはもう抜いてるんですけど、はい、ここからねこういう風に、はい、突っ込んでみますよ。ちょうど通過するときに吸気バルブの裏も見えるんですけど、バルブの裏は非常に綺麗なままですね。でここからね先ほどあの TD500 の首をうにょーんと曲げてみますよ。今ピストントップが見えてますけど、こっから首をぐるんと曲げてみますよ。さあどう見えますかね。はい、これです。インジェクターノズルです。はい、2万キロね、あの前回のクリーニングピカピカになったところから2万キロ走ってこの状態です。これね結構ついてるでしょ。やっぱりそこそこやっぱりついてくるんですね。これを基準にね今度はちょっとめんどくさいエンジンクリーナー直接吹きかけはやめて、まずはねあのワコーズのフューエル1をこれをガソリン燃料にぶち込んで、まあ、それでどれだけ綺麗になるか、これをねまず比べてみました。それだけで綺麗になったら楽ですもんね。フューエル1だけでこのインジェクターのノズルの汚れがどこまで落ちるか、これを試してみました。約450キロ走行後にテスロン様からねご支給いただいたあの TD500、 これでね覗いてみました。はい、こういう風に突っ込んでシリンダーのトップ、完璧にカーボンはやっぱり取れきれてはないですね。そしてぐるーっとねこの首振りネックを反転してみますよ。はい、これがねインジェクターの表面になります。ざっと見ると確かにね表面部分的にこれ出てはいますが、それとも完璧に取れてるっていうわけではないですね。はい、これねちょっとねビフォーアフターを比べてみましょう。こんな感じですね。確かにビフォー2万キロ走行後ビフォーは全面は被ってはいます。確かにそれは取れてはいるんですが、6割から7割っていうところですね。けど金属面が出てるっていうだけでも素晴らしいんですが、完璧ではやっぱりないですね。まあそれででこれ今度はね直接吹きかけで、今度は1番シリンダー2番シリンダーをクレのエンジンコンディショナーで、3番4番シリンダーをワコーズのエンジンコンディショナー、それぞれ違うエンジンにコンディショナーを吹きかけて、どちらがどれだけ綺麗にできるんだ、これもね比べてみたいと思います。はい、そしてエンジンコンディショナーを吹きかけて2時間放置後、シリンダー内にね溜まっているエンジンコンディショナーの液体をウォーターハンマーが起こらないように全部バキュームで吸い上げて、その後50キロほど走りました。で50キロ走ってね、まあほぼほぼエンジン内を乾燥させて、1番2番シリンダーがクレのエンジンコンディショナー、3番4番がワコーズのエンジンコンディショナー、それぞれインジェクターの状態、ピストンの状態を比べてみます。はい、こちらはね1番シリンダーはクレのエンジンコンディショナーを入れて吸引後50キロ走った後です。でこのようにねピストントップも本当に綺麗にねあのカーボンが取れて、この品質管理のインジンのバーコード、これがね見えるレベルになってるんですね。これかなりエンジントップも綺麗にできてますよね。はい、そしてね、まあ、この首振りカメラをぐにょーんと振ってね、あのインジェクターの方を見てみます。
そしてね、このようにね、インジェクターのあのトップの表面もね、ピカピカの表面が見えるレベルでは本当に綺麗になってますよね。まあ、ここまで綺麗になれば、まあ、ごく一部ね、わずかにそのカーボン一部残ってますけど、ここまで綺麗に取れれば安心ですよね。はい、これがクレーのエンジンコンディショナーの結果でした。そして今度はね、3番シリンダーワコーズのエンジンコンディショナーでインジェクターと内部を洗浄したものです。ワコーズ、ちょっとピストントップカーボン残ってますよね。で、結構ね、こういう風に近くで見てもカーボン結構残ってる感じがします。そしてグニューンと また首振りをカメラを曲げてね、インジェクターノズルの表面を見てます。こちらはクレと同じレベルで綺麗にね、こちらも綺麗に鏡面になってます。インジェクターに対しては OK ですが、ワコーズはちょっとピストントップの性能ではクレにちょっと負けてる感じですね。インジェクターノズルの詰まりの溶解度で見るとどちらも互角の結果なんですが、ピストントップのカーボンまで取り切れてるこの左側のね、クレの方もうバーコードまでピッカピカに見えるところまで来てるっていうのを見ちゃうと、やっぱりクレさんの方が総合ではいいのかなっていうふうにケーズは判断しました。で、価格もね、やっぱりクレの方がワコーズの半分ぐらいなんですよね。シリンダー内に残っていたエンジンコンディショナーのカーボンを溶かし出した液、これをね、2気筒分こういうふうにコップに汲み取ってみたんですけど、その上積みは捨てて下に沈殿したカーボン、これね、これを比べてもやっぱりクレの方が、はい、このようにね、やっぱり多量にカーボンがやっぱり溶かし出されているんですよね。マルビのケースは価格も考えたコスパではクレさんかな。はい、ということで結果はまあこれでもこのね、フューエル1だけでもそこそこ綺麗になりますけど、やっぱりね、いいところは言ってる、いいところは言ってるけど、もう一息なんですよね。で、やっぱりこういう風なものを吹き込んであげると、ものすごく綺麗になりますけど、じゃあ、どっちがいいんですか、ワコーズさんですか、クレさんですか。勝ったのは、はい、クレさんです。クレさん、おめでとうございます。クレさんね、おめでとうございます。買ったのクレさんですね。で、お値段もこっちとこっちで倍半分でクレの方が安いんですよね。マルビのケースはやっぱりクレかな、ごめんなさいね。けどもしね、インジェクターのクリーナーというそのケミカルを出してるメーカーの皆様、もしね、ケースにご支給いただければ、こういう風なこういう比較をね、ちゃんとこのカメラを見ながらやってみますので、ご興味あればケースにコンタクトお願いします。そしてここから先、これはね、皆さんにお願いしたいんですよ。皆さんというよりやっぱりケミカルメーカーの皆さんですよね。ディーゼルのインジェクターをクリーニングするケミカルっていっぱいあるじゃないですか。けどまだ僕ケース自体はそのインジェクターを入れて、その本当にそのビフォーアフターでノズルの先端が本当にどれだけ綺麗になったか僕実際に見たことないんですよ。例えば液を直接ね、ケミカル直接インジェクターのノズルをつけ込んで綺麗になったっていう、そういうのは見たことはあるんですけど、実際に燃料を入れてビフォーアフターで本当に今回みたいな積もったカーボンがどれだけインジェクターの外側のヘッドから取り除かれたのか、僕まだ見たことないんですよね。ケイズが唯一見たことあるのがこのマツダ純正のデポジットクリーナーなんですね。けどもこの10ホールあるうちの本当の1ホールしか拡大で、ちょっとそのね、周辺が取れてるよという風にしか出てないので、これ本当に10ホールとも綺麗になってるのかなとちょっと疑っちゃうんですよね。ちょっとね、マツダさん、これね、もうちょっとね、全体をね、付したデータを見せてほしいんですよね。で、他のケミカルメーカーさんもぜひ自身のアピールをしてほしいんですよね。もし、いや、私のところはそういうデータありますよ、写真提供しますよっていう方、ぜひそういうケミカルメーカーの方、ケーズに送ってください。そしてそのメーカーさんをね、ケーズご紹介しますから。で、これはやっぱり皆さん、マツダユーザーさん、ね、ディーゼルユーザーさんのみならず、皆さん知りたい内容なんで、ぜひぜひケミカルメーカーさん、そういうね、写真でビフォーアフターをちゃんと比較しているデータがありましたら、ケーズに送ってくださいね。
はい、そしてね、皆様、そう、もしね、あのヘビーユーザーでそういう風なあのバラしてまでやってみたユーザーの皆さん、もしね、あのホームページとかあのそういうのあったらケーズの方で紹介させていただきますので、ぜひリンクをねコメント欄に書き込んでくださいね。前編では3種類のケミカルの性能比較をしてみましたけど、後編では実際にそれはどうやって整備したんだ、そしてね、またその整備もまあいろんなね細かなノウハウがあって、それをねそれぞれ細かく皆様にお伝えしたいと思います。はい、皆さんこんにちは、ケイズです。今日はねちょっとこの特殊なファイバースコープね、これを使ってエンジンの中のカーボン量を確認しながら、カーボンをね、あのエンジンクリーナーを除去するっていうことでやってみます。外すときに、まあ、プラグレンチで外すんですけど、そのときにプラグを手に取ったときに、あのプラグのねこの外資のところをあのまあ軍手してる手袋とかで掃除をしないっていうことなんですよね。大事なのはここの外資のところにあのフラッシュオーバーのあの電気がリークした跡とかの痕跡がある場合があるんですよね。でこれがね、あの、あるかないかっていうのを見るために、みんなね、もう、こういう風に手に取ったら、これ、パッパッパーとね、軍手とかで、そのまま、周りをね、掃除しちゃう。あの、汚れとかがね、どうしてもついてるんで、こういうのをね、拭き取りたくなるんですけど、これをね、きちんとここを観察して、それからね、次の行動に移るようにいたします。はい、今からね、この、ダイレクトイグニッションのプラグキャップを外していきますけど、あの、大事なのは、あの、このキャップをね、外したときに、プラグホールの奥の方にスパークプラグが見えるんですね。で、いきなりプラグを外すんではなくて、このくぼまった中に結構ね、虫とかゴミとか、ホコリとかが入ってるんですよね。まずは、プラグキャップを外した時点で、で、あの、この中のね、溜まったホコリをエアガンで突き飛ばしてから外します。CX5 のプラグ径は12ミリなんですが、プラグ径はね、細くすればするほど効率が良くなるんですけど、CX5 はこれ以上細くできないんですね。というのも、あの、圧縮比が10とか11でしたら要求電圧が 2.5 万ボルト程度で済むんですけど、12を超えてくると4万ボルトとかなるんですよね。ですからね、外資が細くできないっていうのが技術的にあるんですよね。ちなみに、ケイズが乗っていたレーサーの YZF は、プラグ径は10ミリでした。はい、そして、ね、今これパソコンに映し出してますけど、これね、あの右側がね、右側がこれファイバースコープの正面画像で、左側の画面がファイバースコープのあのサイドビューですから、こういう風に結構いい解像度でね、あの前も横も両方見える。これがね、はい、これがそうですね。このカメラのすごいところは、斜めの反射ミラーではなくて直接横にレンズと照明がついていることです。もう一つすごいのは、 PC につなぐとこの2つのカメラ両方ともが同時発光同時録画ができることなんですね。これを使ってね、エンジンの中を皆さんにお見せしたいと思います。はい、こういった形でね、今ね2番シリンダーにファイバースコープを入れてみます。音が見えます。でね、奥にねこういう風にピストンが、これね今はね両方見えますから、正面側これピストン、右側がピストンヘッドですね。で左側に見えてるのが、これ今傘が開いてますけど、これはねこの下にほらバルブフェースに YI って見えますよね。これね、今に入気側ですね、入気側のバルブです。そして今、はい、ここにね見えるのが正面が、これがインジェクターのインジェクターの出口ですね。ガソリンがここから噴射されます。少しね照明明るくしてみましょう。これですね、これインジェクターの正面ですね。でやっぱこういう風にね表面少しあのカーボンが溜まってます。はい、そしてこれが少しねじりますよ。これね、入気側の、バルブステムのところですね。こんなふうに裏側に結構ね、こういうふうにカーボンが溜まってますよね。で、バルブフェースはね、まあまあ良好で虫組みもないっていうのが見えるんですけど、こういうふうにね、
バルブが見えてきます。ケイズは今まで正面だけが見えるファイバースコープを使ってて、で1万キロごとにピストントップのねカーボン汚れをチェックしてたんですけど、今回サイドカメラで見てびっくり、この汚れですよね。今までねこんなについてるって知らなかったんですね。使う道具はねこの3000円で買える横側が見えるファイバースコープを使います。マツダ車ではディーゼル車にこのようにねススやカーボンがバルブにつくっていうのは有名な話なんですが、実はスカイアクティブ G ガソリンエンジンでも内部 EGR には実はインテークバルブの裏につくんですよね。ここねバルブにたくさんねカーボンがついてるのは皆さんね排気側だと思われますが、実はね排気側は大丈夫で入気側につくんですよね。こういうからくりもご説明します。はい、ここに今見えるのは、インジェクターですね。こういうように7万キロで詰まってしまってます。これも含めてね、内部 EGR の直噴ガソリンエンジンの落とし穴も後半にご説明します。これ今普通に撮れてるケイズの車の写真ですけど、これテスロン様の TD500 のファイバースコープで撮ってるそのままの写真なんですよ。はい、そしてねテスロン様ご支給の TD500 っていうのはもっと解像度がいいので、こんな感じでね中も非常に高解像度に見えるんですよね。ピストントップのカーボンもよく見えますし、首をねグニューンと打ってここから折り返して上を見てみます。そうするとねあのインジェクターの汚れの状態とか非常に高解像度でわかるんですよね。このようにインジェクターも結構汚れ、これクリーニング後2万キロの状態ですけど、やっぱり結構汚れてますよね。右タイヤを外して、フェンダー奥のねこのカバーを外すと、その奥にねクランクプーリーが見えます。これをねクランクプーリーのボルトに19番のレンチをかけて回すと、手動でねバルブを動かすこともできます。先ほどのクランクプーリーのボルトを、まあ、レンチをかけてね手動で回してみます。2人作業になるんですが、まあ、ゆっくり回してみることができます。この後にセルモーターを使ってクランキングしながら撮影もしてみます。後で説明するんですけど、スカイアクティブ G のピストンって中央にキャビティって言われる希薄燃焼用の大きなくぼみがあるんですね。ですからカメラが当たらずにカメラを突っ込んだまま撮影することができるんですよ。はい、OK。ちょこっと回して。OK。はい、もう一回。6万キロでも排気バルブの裏はピッカピカですね。はい、ちょこっと回してください。はい、OK。OK、OK、OK、OK。もう一つ使うアイテムは、クレのエンジンコンディショナーに、ジョイフルホンダで100円で売ってるこの長いロングノズルの先端を炙ってね、U 字型に曲げたもの、これをねサイドビューカメラを使ってバルブの傘の裏を狙って噴射します。ジャストミートですね。インジェクター表面もこういう風に狙ってバッチリ洗浄してあげます。はい、皆様にね分かりやすいように100均で買える容器でねいろいろ工作してね分かりやすくしてみました。はい、ここがねプラグと、これが入排気のポートに見立ててます。はい、このようにプラグを抜いて、この隙間から J 型にね炙って曲げたこのノズルをこのプラグホールから入れると、このね入排気ポートにちょうどねうまく向かうんですよね。でここから吹き込むようになります。
はい、実際にねこの裏側から見てみましょう。でちゃんとあの乳排気バルブもね見立てて作ってるんですよ。でこのようにプラグホールから J 型フックを突っ込ん でね、この乳排気ポートの中にどこまで、しぶきが飛ぶか皆様にお見せしますね。でこれ慣れるとね結構ねあのカメラがなくてもうまくねあの感覚だけでできるようになるんですね。ケースは慣れてしまいましたからもうカメラで見なくても乳排気ポートに向けてねこういう風に吹き込むことができるようになっちゃいました。これ結構高いところまで、まあ、奥の方まで吹き込むことができるの分かります？エンジンコンディショナーの勢いとその発泡でね結構奥まで洗浄できるんですよ。これすごいですよね。こういう風にエンジン非分解で結構奥まで洗浄ができちゃいます。そして各気筒をちょこんちょこんとセルを回してねうまくインテークバルブが開くタイミングをそれぞれの気筒で探して、まあ、全てのインテークバルブと、インジェクターを洗浄しました。その後エンジンコンディショナーが少量入ってるうちに一回ねクランクを回してあの各バルブの裏までね中に溜まってあるエアコンディショナーが内部でしぶいて傘の裏まで十分に飛び散るように少しクランキングをしてあげます。プラグホールを通じてコンディショナーのしぶきが出ますのでこのようにねタオルをかぶしてね少しクランクをしてあげてます。その後残りのエンジンコンディショナーの全量をこのようにねシリコンチューブを延長して各気筒に吹き込みます。全量吹き込むのでねこの缶を湯煎で温めながら吹き込んでいきます。クレとワコーズのそれぞれのエンジンコンディショナーの性能の比較をするために1番2番シリンダーはクレのエンジンコンディショナーで3番4番シリンダーはワコーズのエンジンコンディショナーを吹き込みます。エンジンコンディショナーを吹き込んで、まあ、2時間ほど放置している間に外したスパークプラグをチェックします。圧縮比10とかね11の、まあ、ガソリンエンジンでしたら、まあ、スパークの要求電力は 2.5 万ボルトぐらいなんですけど、まあ、圧縮比14とかになる、まあ、スカイアクティブ G っていうのは、まあ、要求電圧が4万ボルトぐらいになるんですね。まあ、取り外したやつをスパークを飛ばしてテスターするんですけど大気圧ですから3万1000ボルトのイグニッションシステムでテストしてみます。純正プラグもイリジウムプラグで一応耐久性は10万キロと言われているんですが今7万キロの時点で新品と比べると火花もこのぐらい違ってくるんですね。取り外したこのプラグの外紙と金属ネジの境目に見えるこの茶色の汚れ、皆さんね隙間から燃焼ガスが吹き抜けたものかななんて思う方もいらっしゃいますがこれはコロナ汚れといって空気中の油分がね高電圧でこのプラグの外紙のところにね粘着したものでプラグ性能には影響ないんですね。でねこれをねワイヤーブラシで取って使おうかと思ったんですがそして並べてみると4番シリンダーのこのプラグだけが仮想度電極がくすぶってるんですね。で最近ねちょっとね走ってる最中にトゥルルンとちょっと湿気を感じる時があって、まあ、今回ね細かくメンテナンスしたのはこれもあったんですけれどもこれはねこれも含めて全部新品に交換しました。その後ね、しばらく走ってみましたが湿気の兆候は出ませんでした。はい、2時間程度経過しましたのでねこのブレーキオイルのワンマンブリーダー用のバキュームを使ってエンジンコンディショナーで溶けたカーボンの液を排液をね吸い出したいと思います。ワンマンブリーダーのインジェクター式バキュームはね結構吸う力あるんですよね。これちょっとやってみますね。はい、もうあっという間にコップの水がねこういう風に吸い切れちゃいました。まあこういう風にねほんの一瞬でねあのぐらいのエンジンコンディショナーはね全部吸い切れちゃうんです。2番シリンダーもう一回もうヘドロですねこれはヘドロ、これヘドロです。はい、これでね回収した
エンジンコンディショナーで溶かしたカーボンやスラッジ、ワニスになりますね。もうこういう形になります。エンジン内に残留したエンジンコンディショナーの液体を、飛ばすためにエンジンをかけるんですが、この時はねもったいないので古い方のスパークプラグで、走ってみます。はい、そしてね、新品のプラグを、エンジンにインストールする前にちょっと注意点があるんですね。注意しなきゃいけないのはここの、プラグナットと言われるこの部分ですね。これ実は旧式の旧車に向けてロッドだけの場合とこういう風なクイックジョイントのための形状のこれ2種類対応になってるんですよね。これね実はねこれ別体ですからこういう風に緩ますとこういう風にねこれ外れるようになってるんですね。これ新品だとしたらしっかり締め付けられてるはずなんですけど、稀にこれ緩んでることあるんですね。ケースもいろいろプラグがね、多分100本以上消費してるんですけど、今まで過去にケースも1回だけこれが緩んで、で、新品のプラグを入れたのね、あれ、なんか失火してる感じがするよねっていう時に、ここが1回ね、緩んでることがありました。で、知り合いの、エンジンを整備してる時にも、新品のプラグを入れました、変えましたと言われても、やっぱりここが緩んでるのが1回だけあったんですよね。ですからこれはきちんと新品であってもね、必ずここを、こういうふうにね、プライヤーつまんで、増し締めをして、それから使うように心がけています。これ、重要ですよ。でね、これね、ベースでもね、違うチームのね、妨害コースにここを、プラグキャップを緩ますっていうのもあったんですけど、ここのね、ターミナルナット、これターミナルナットって言うんですけど、ターミナルナットっていうのを緩ますっていうのも、絶対にわからない妨害工作ですからね、これはね、自分にね、しないようにしてください。よくエンジンコンディショナーを吹き込んだ後に、マフラーから出る煙を見てカーボンが燃えてるって言ってる人いると思うんですけど、ケースはあれカーボンが燃えてると思ってないんですよね。単純に、ケミカルの液が、燃えてるというか、白煙化してるっていう風に思ってます。エンジンコンディショナーでクリーニング後はこうなりました。右側のピストントップもピッカピカになって、ピストンのね品質管理の印字のバーコードも読めるぐらいです。インジェクターも綺麗になりました。はい、押してー。入気バルブの傘の裏も入気ポートの奥までも綺麗になってます。これ画面が真っ白になってるのはインジェクターのフームの状態も良くなってカメラのライトが光って真っ白になってるんですね。最初のクリーニング前はこんなに白くなかったんですね。このようにエンジン非分解でも、入気バルブのカーボンのほとんどが取れましたし、ピストントップもねキャビティの奥までピッカピカの金属面が出るようなところまで来ました。バルブの表面には YI という刻印があるんですが、これはねインテークバルブの、略語ですね。でエグゾーストバルブは YE というね刻印がついてます。このようにねピッカピカの表面になりました。そしてガソリンには限定されるんですけど、インジェクターをきれいにするって重要じゃないですか。今までの実績を考えると、そういう意味ではこのフューエル1っていうのはやっぱり2万キロぐらいに1回入れる。でそれで完璧ではないにしろそこそこやっぱりきれいになるんですよね。でこういう風な2画面カメラ、あれ3000円ぐらいで買えるんですよ。で今回の高解像度、これはねこれはちょっと5万円近いんですけどね、4万円以上しちゃうんですけど、こういうカメラをお持ちであれば本当にプラグホールから開けて本当にね狙いすましてバルブの裏を溶かしたり
インジェクターの表面を溶かしたり、そういうことがねできますので、これはね強いツールになると思いますよ。これでしたら、まあ 100% とは言いませんけど 95% ぐらいまでは、このようにあの綺麗になりますんでね、皆様性能維持にはあの強いツールになりますよ。このカメラの購入リンクも詳細欄にねリンクを貼ってきますので、皆さんぜひ購入してみてください。そして今回ご支給していただきましたテスロン様、どうもありがとうございました。はい、そしてね、さあ動画に出しましたこのピストンがねクランキングしながらインジェクターが吹いてる、ああいう画像を撮れたのは、ああいう画像ね、めったに皆さん見たことないと思うんですけど、あれなんでケーズが撮れるかって言ったら、ケーズの CX5、スカイアクティブ G、ガソリンですね。あれは、これはね、ガソリン、まあ正確に言うとスカイアクティブ X のエンジンなんですけど、スカイアクティブ G は、この真ん中に大きなキャビティって言って、希薄燃焼用の大きなくぼみがあるんですね。そのくぼみに、これね、ピストンが上下しても、大きなくぼみがあるんで、このカメラが当たらないんで、クランキングしてもカメラが壊れずに、まあ、撮影ができるんですけど、通常 のガソリンのフラットピストンってこんな感じじゃないですか。でキャビティ付きのピストンってこんな感じなんですよね。でここがちょうど逃げてるから、これが上下しても撮影できるので、まあこれこういう撮影ができるのって、まあ、スカイアクティブ G しかぐらいしか世の中まあないのかなと思って、まあ貴重な映像ですのでね、こんな感じでね、まあ白く光ってるのは本当に、まあこのガソリンがね噴霧がもう本当に細かい霧になってるっていうことなんで、まあ良好なこのインジェクションができてるっていうことなんですけど、まあそういうのもあります。そしてねケーズはね、自分の車のエンジンのピストンの中を、まあピストンのヘッドですね、だいたい1年に1回1万キロずつプラグホールを開けてファイバースコープを突っ込んで、ピストンのトップをいつも見てました。1万キロ、2万キロ、3万キロで4万キロまで、本当にマツダ車のスカイアクティブ G、まあ、ガソリンエンジンのピストンってほとんどカーボンがなくて、ね、ピストンヘッドだけ見る限りはほとんどカーボンがなくて、やっぱりマツダ燃焼技術がね綺麗にできてるよね。まあ、最近ではねスカイアクティブ X っていうディーゼルガソリンエンジンを作ったような会社ですから、まあ、燃焼のコントロールすごくいいね、まあ、カーボンつかないねと思ってました。でね、思ってたんですけど、最近ですね、その今まではそのピストンのトップを見るときに、これ今まで使ってたファイバースコープなんですよね。この正面にしかカメラと照明なかったんですけど、ちょっと前から使い出したのがこちらなんですよね。これってこういうふうにサイドと正面両方、これカメラも照明も両方あるんですよね。で今まではピストンのトップしか見えなかったんですけど、まあなんとかね吸気バルブとか排気バルブの傘の裏までカーボン見たいよねと思ってて、今までは仕方がなく照明しか見えないやつに斜めにねミラーをつけて、それで横目で見てたんですけど、やっぱりミラーをつけると解像度が良くなくて鮮明に見えなかったんですね。今回ね初めて、まあ、真横にね照明もカメラもついちゃってる、まあこういうのを入手して見てみたら、なんとびっくり、吸気バルブの傘の裏にびっしりカーボンがついてるじゃないですか。もうびっくりしたわけですよ。今までマツダすごいよねと思ってたのに、ディーゼルではやっぱりすすやカーボンがもう大量について、まあいろいろクレームを出したっていうのはあったんですけど、まあ今までずっと1年おきにピストントップっていうのをファイバースコープで覗いてたから、僕はガソリン車としてはすごく安心したんですね。けど開けてびっくり、まあこのざまなんですよね。けどざまと言ったらとっても失礼なんですけど、じゃあそれはそれでなんとかしようねと思って、今回ねいろいろこういう風なファイバースコープを使って、でそしてこのねクレのエンジンコンディショナーを使ってやったわけです。で皆さんね、いやカーボン取るならフューエル1が手軽でしょうと思われる方もいるんですけど、実はスカイアクティブ G ってポート噴射式ではなくて直噴式、シリンダーの中にピストンめがけて直接やって、
そのガソリンがあのインテークマニホールド、あの吸気バルブの裏にあの通らないんですよね。もしポート噴射式でしたら、あのこういうねものをあのガソリンに混ぜて、でガソリンによってね、あの傘の裏まで洗浄できるっていうのが期待できるんですけど、直噴式でしたらそれさえもできないんですよね。じゃあどうしたかって、さっきのねあのファイバースコープのサイドカメラを使って、このねノズルをあのジョイフルホンダにね100円でね長いのが売ってるんですよ。これをまああのホットガンで炙って、くるっとね J の字にあの炙って、はいこれですね、このようにね、J の字に炙って、これはねサイドカメラを見ながら、こういう風にあのスパークプラグのネジの穴から落として、でバルブの裏を狙ってね、まあ、噴射するというわけです。でこうするとね、本当にあのエンジンを非分解で本当に手軽に観察もできるし、メンテナンスもできるし、あの綺麗にね本当にピッカピカに、ピストントップどころか、まあそういうねバルブの裏まで、まあ完璧ではないんですよ、ドライアース洗浄のように完璧に落ちるわけじゃないんですが、実際に吸気に支障が出るほどではないレベルにね、簡易に落とせる、これねすごいじゃないですか。で使うものもね、やっぱりねワコーズさんのあのフューエルワンっていいんですけど、ちょっとお高いんですよね。もうエンジンコンディションなんかはこれ1000円しないんじゃないかな。まあそういう値段でね割と手軽にできちゃう。そしてなんといってもこのファイバースコープね、これ3台程度なんですよね。でリンクで購入先のリンク貼ってますので、これね本当にちょっとねエンジンメンテしようかなっていうことには便利だし、なんかね狭いところにポロッと物が落っこちた時に、まあ、ファイバースコープ突っ込んで物を探すっていうのもできますし、本当にケースはねいろいろ使ってます。今回ね、じゃあなんでそんなに吸気にすすがついたのっていうのがあるんですけど、まずそこから、でもちょっとねここはちょっと複雑な話になるので、もしかしたらねケースも間違ってるかもしれないんですけど、ケーズの、スカイアクティブ G でノーマルアスピレーションっていうのは、EGR っていうのがあるんですけど、 EGR っていうのは排ガスをリサイクルして燃焼温度を落としてノックスを減らすっていう、まあ、浄化技術の一つなんですけど、スカイアクティブ G はすごい圧縮比が14とかね、14超っていう超圧縮なので、燃焼温度を下げてノックスを下げるっていうのもあるんですけど、ノッキングを下げるっていうのがあって、で、EGR にも外部 EGR と内部 EGR があるんですよね。皆さんが一般に EGR と呼んでるのは外部 EGR で、それは排気管から一回ね電気的なバルブコントロールを通じてもう一回入気側に戻す、これがね外部 EGR っていうんですけど、スカイアクティブ X の 2.2 リッターのノーマルアスピレーションは内部 EGR、はい、絵で言うとこれですね。でこれは何かっていうと、吸気バルブと排気バブルをピストンが早期の時に爆発を終わって下がって排ガスが出て入気が始まるっていう時に、入気って言っても混合気じゃないんですよ、普通のクリーン外気 の空気なんですけど、入気が始まるっていう時に両方のバルブを開けてバルブオーバーラップを多くして、排ガスを出た排ガスをもう一回シリンダーに戻して、合わせてこう新規と合わせて排ガスを混ぜるっていうんですかね。でさっきも言ったようにスカイアクティブ G は14の超高圧縮ですから、今まで EGR って 10% ぐらいしか入れてなかったのが、スカイアクティブ G の内部 EGR って 16% ぐらいを排ガスをもう一回戻してるんですね。まあ分かりやすいのがそうですね、2ストロークの逆流板って言えば分かりますかね、分かってくれるかな。まあそういう形でね、排ガスをシリンダーの中だけで戻してるんですよ。でこれ外部 EGR と内部 EGR ってメリットデメリットがあって、外部 EGR っていうのはやっぱりね、経年劣化するとその EGR バルブにすごいカーボンが溜まって
動作がね詰まっちゃってうまくいかなくなって、気がついてみたら EGR の役をしてなかったとか、そういうのが結構あるんですけど、ライブ EGR はそういうふうに一回外を回してないんで、余分なメカニカル何にもないんですよね。インテクバルブとエグゾーストバルブのタイミングの違いだけなんですけど、そしたら何にもね構成要素がないんだったら内部 EGR の方が絶対にシンプルだからいいんでしょと思ってしまうんでしょうけど、最大の欠点はカムのプロファイルに寄ってしまってコントロールが効かないんですよね。昔の VTEC は油圧でしたし、最近は電気的なコントロールでいきますけど、ある程度はカムプロファイルって途中で変えれるようにあるんですけど、あれはあくまでも出力を優先したカムプロファイル の, 変更可変なんですよね。でわざわざ排気ガスの量のためにいちいちそれをコントロールしないんですね。ですから基本的には内部 EGR ってもう削り出されたカムプロファイルでその要素がほぼ決まってしまうんですけど、やっぱりそういうところでね、外部 EGR の方がいろんな電気的な要素のコントロールができるので融通は効く。しかしそこに排ガスが溜まって結構トラブルが起こるっていうのが外部 EGR の欠点で、内部 EGR は単純だけどコントロール性はちょっと少ないよっていうのが内部 EGR ですから、マツダ社の中でじゃあスカイアクティブ G は全部内部 EGR なのと言われれば、デミオなんかは外部 EGR なんですね。それもクールド EGR、 はいこれですよね。まあこういうものを使ったりするので、マツダ社の中でもその排気量とその構造ね、構造によって例えばじゃあなぜデミオが良くて2.5リットルの CX5 が内部 EGR なの、それは排気管がCX5 って2 into 1でね、タコ足じゃないなくて2本が合わさって、それもロング2本が合わさって最後1本に合わさってるんですけど、排気管が長いとそういうことがやりやすかったりするんですよね。排気干渉が出にくいので、ですからそれはマツダの全てのガス車が全部内部 EGR かというと、ターボ車はまず違いますし、デミオみたいな排気管が長く取れないやつも内部 EGR ではないんですよね。ですから外部 EGR の人でしたら本当にね、このワコーズのこれをやれば今回のようなトラブル、インテークバルブの方にカーボンがつくっていうのは防ぎやすいんですけど、外部 EGR っていうのはそういう意味では分解するか、さっきの僕のような手段を取らないと、インテークバルブの裏の傘 の, カーボンを取る手段があんまりないんですよね。まあそういう意味ではまたこれ繰り返しますけど、この、まあ、たかだか3000円のこのサイドビューが見れるファイバースコープがあれば非常にね簡単にできちゃうっていうことです。で実際に綺麗にしてみると、かなりアクセルの付きがもうすごく良くなったんですよね。これね、正直言うとプラシーボ効果もしれないんですけど、ものすごくアクセルの付きが良くなりました。本当にポンと踏むともうパカーンとエンジンのレスポンスがすごく良くなったんですけど、これは正直言うと多分ですよ、吸気艇をきれいにしたレベルのカーボンを落としても実はね体感ってほとんどしないんですよね。それよりは大きいのはプラグを新品に全部変えたことだと思います。正直言うとね、けどもそのぐらいプラグを新品にする大きな力、今回ね1本だけどうも失火してるようなやつが見つかったんですけど、それがなくてもプラグの火花がきちんと大きく火花が飛ぶっていうのは実はものすごく体感に分かるぐらいに効くんですよね。で今回はそれが大きかったと思います。でそれに時々ねやっぱり1本だけプラグにススがついてたのは最近ねやっぱり時々トゥルントゥルンっていう、こんなに頻繁になるんですよ。たまにトゥルンという転がるようなエンジンの振動、不快な振動がある時があるんですよ。多分その時失火してるんですよね。はい、そしてね、今回直噴型の、ケーズの KE、
まあ、25S、まあ、2500のノーマルアスピレーションのガソリンエンジンなんですけど、まあ、直噴型でも、まあまあ、その、インジェクターノズルだけはこれでそこそこ、まあ、そこそこですよ。完璧ではないですかね。でもそこそこ取れるんですけど、やっぱりバルブ裏、特にさっき言った吸気バルブ、インテークバルブの裏側っていうのは内部 EGR でカーボンがつくんですけど、まあそれはね、どっちでやるのがいいのか。で、それもね、クレとワコーズのエンジンコンディショナー、どっちがいいのか、まあ対決できました。まあ対決できたのは、まあ今まではさっき言ってた、今まではこの、値段の安い、2画面カメラ、同時カメラを使ってやってたんですけど、やっぱりその微妙な差も今回、まあテスロンさんからご支給受けた、この、先がね、うにょん、うにょん、これ結構高解像度だったんですよね。これで、まあ、やっぱ高解像度カメラで横を見ると、もうはっきり、インジェクターのね、汚れの差が見えました。まあ、まあ、繰り返しますけど、ワコーズさんと、まあ、クレさん、このね、エンジンコンディショナー対決では、こちらの、まあ、クレさんがね、まあ、勝ったわけです。まあ、とは言いながらも、インテークバルブの傘の裏まではできませんでしたけど、ノズルだけ考えれば、まあ、ワコーズさんでも、まあまあ、まあまあですよ、このように。まあまあなんですけど、洗浄できる。ただ、直噴の場合は、インテークバルブの裏までやりたいという欲求は、ケースなんか起こっちゃうんですけどね。まあ、そこまでわかることができました。はい。そしてね、今回はね、ワコーズ信者さん、もう多いのは、ケースも重々承知でね、結構この、喧嘩を売ってる形にはなるんですけど、まあ、こういう風な高解像度のファイバースコープでもうはっきり見た感じでですね、やっぱり、まあ、値段も安いし、という、実際によく落ちてたし、ということで、クレさんのエンジンコンディショナーの、勝利という風になりました。もうこれはね、もう見ての通りですから、ワコーズ新車の方、ね、喧嘩売ってるわけじゃないですよ。これはあくまでもケースの事例ですからね。そしてケースがもう一つ、ワコーズのエンジンコンディショナーとクレのエンジンコンディショナー、クレの方を選ぶ理由がもう一つあってね、 NBR オーリングで、まあ、ケミカルアタック性をね、比較してみました。全く同じサイズ3つの NBR のオーリングを用意しまして、これをそれぞれ24時間それぞれのエンジンコンディショナーで漬け込んでみました。わかりやすいようにワコーズの方は青いカッティングシートのね、端材を切って巻きつけて、接着面をくっつけてマーキングしました。クレの方は赤いカッティングシートを細く切って、接着面を合わせてくっつけてマーキングしました。実はね、このカッティングシートっていうのは接着層ってアクリル系の粘着剤なんですね。後で言いますけど、この粘着剤もそれぞれのコンディショナーで最後ね、溶けちゃってね、ベロベロになっていったんですね。これね、ワコーズの方が先にベロベロに溶けていったんですよ。はい、これはね、約21時間40分経過ですね。で、これがワコーズさんのエンジンコンディショナーですね。これちょっと見れるかな。ちょっとね、小さいなんか黒いカスがね、この液の中にね、ちょっと漂ってるんですよね。これ後でライトに透かして見てますね。で、こちらがクレさんのものです。で、どちらも、まあ、同じなんですけど、先ほどのマーキングね、色別に青と赤ね、クレさんと、あ、こちらワコーズさん、こちらクレさん、色でもわかるように、カッティングシートを巻きつけて、リボンとしてつけてたんですけど、これ剥がれてるのわかります？カッティングシートの内、粘着面を合わせて貼ってたんですけど、これ剥がれてるってことは、カッティングシートの、粘着剤ってアクリル系なんですよ。ですからどちらも、アクリル系の樹脂は、まあ、こういう風に溶けるっていうことですね。アクリル系は溶けるっていうことですね。で、今度はゴムの組成がどうなってるか、まあ、いろいろね、チェックして、取り出してね、チェックしてみましょう。はい、そしてね、この液もね、こういう風にゴム、オーリング出しましたけど、この液もね、ちょっと透かして、見たいと思います。これ、ワコーズですけど、かなり白濁して、この、なんか黒いね、ちょっと小さな、ポツポツ。これ、ちょっとカメラで撮れるかな？どうだろう？これ、ちょっとカメラで撮るのは難しいですけど、なんかこう、濁った
溶液になってますよね、濁った、はい、でこれがクレですね。クレは透明のままですね、コンディショナーの液としては透明のままです。ちょっと油を、油というか、まあ、それぞれエアコンディショナー液を少しね拭き取って、どちらを見てもどっちも防塵してますよね。こういうふうに、こういうふうにすれば分かりますかね。もう明らかにこちら膨らんでますよね。一番右がオリジナル、真ん中がクレで、3番目がワコーズさん。まあこうするとね、一番下、こちらが一番下まで下がってると、一番大きくなってるっていうことですね。ワコーズさんのが、まあ一番防獣約ね22時間ですけども、一番防獣してるっていうことですね。そしたらゴムコード系でね、ゴムのコードをね測ってみます。まずはオリジナルから、オリジナル、よいしょ、69とかですね、69 71、まあ70近辺のですね、68。次ワコーズさんいきます。よっ、あ51、あこれでちゃんと測れてるみたいですね。54よ、53、これワコーズさんですね。54、まあ60から、まあ50ちょっとですね。でクレ、よいしょ、59よ、55 51、まあそれほど悪くないですね。はい、こんな感じでした、結果的にはね。はい、防塵の具合は、まあどちらも防塵はする、あの差はそれほどないですね。けれどももう一つね、ケーズが他の YouTuber さん、リバースサッキーの動画で、あのワコーズのエンジンコンディショナーでね、コップが抜けたっていうのがあって、まあこれもね一つの理由でもあります。でこれはね、あの詳細欄にリンクを貼ってますので、皆さんそちらの方もご覧ください。はい、ここからはねガソリンじゃなくてディーゼルの事例なんですけど、まあ兵庫にあるリチャージさんが今ディーゼルの吸気系のカーボン除去サービスをやってます。実際にねここで5チャンネルさんがやってみて、それを実際にシャシーダイナモで実際どのぐらいパワーが回復するかをやってみました。ディーゼルの場合ってガソリンエンジンよりももう何十倍もカーボンが吸気系についちゃうので、ディーゼルの場合はあの吸気系、インマニとかのね掃除の方が有効なんですね。はい、そしてねこれは実際に手作業と超音波洗浄機で綺麗にカーボンを除去された部品たちです。これを組み付けて、で今度はねリチャージさんでお持ちのシャシーダイナモで、カーボンの洗浄前とカーボン洗浄後、まあそれぞれをねシャシーダイナモでエンジン性能の変化を数値で測定しました。はい、実際にねリチャージさんのシャシーダイナモを使って、この5チャンネルさんの CX5、 これ2012年式の約10万キロ走ったあの 2.2 リットルディーゼルターボなんですけど、こちらのねあの吸気系のカーボン落とし前後の馬力を実際にシャーシダイナモで測ってみます。でこちらが、洗浄前、カーボン落とし前ですね。実際測ってみますと最高出力 130.5 馬力ですね。で最高トルクも 34.9kgm、 これニュートンでしたらこれに 9.8 をかければいいっていうことになりますね。こういう結果になりました。で、はい、これがねあの吸気系のカーボン落としサービスを受けた後です。まあ測ってみますと、まあ最高出力は 141.8 馬力で、最高トルクが 37.7kgm、 こういうことになります。でこれちょっと分かりにくいのでビフォーアフターでグラフを並べてみますよ。はい、このようになりました。左側がカーボン落とし前で、右側がカーボン落とし後、まあアフターになりますね。こういうふうに見ますと、このねカーボン落とし前、この加速域ね、この3000ちょっとで大きなこの落ち込みがあるんですけど、やっぱりカーボン落としするとこの
ずーっとどこまでもね、レッドゾーン、ね、終端までこう回り続けて、バルクもフラットに出続けてるっていうのはよくわかりますね。ただこれをね、もっとよくわかるために、これちょっと両方のグラフを重ねてみますよ。はい、左側のこの色グラフ、これをね、まずは黒に変えてみます。はい、でこの、ね、カーボンアタッシュビフォーのグラフをアフターのグラフに、はい、重ねてみます。はい、このようにね、こうすると本当によくわかりますよね。でカーボン落とし頃グラフ、これ拡大してそれぞれ解説してみますよ。はい、こういう形になります。実はね、最高馬力自体、一応ここが最高馬力と、これアフビフォーはここが最強馬力自体、実はね、10馬力ちょっとしか上がってないんですよ。けど実際はね、大事なのはここの実用領域ですよね。2000、特に加速するところ2000から3000の実用領域、これめちゃくちゃここね、それまでは多分詰まってるので、このようにめちゃくちゃ落っこちて、これがめちゃくちゃ回復するの分かります。これ、ね、回復度合いって30馬力アップ、 27% もこれアップしてるんですよね。トルクも同じように、この実用領域、加速領域でこういう風にアップします。ですから実際はこの詰まったままの状態でしたら、グーンと踏んでも、うーん、あー、やっぱりここまでよねという印象で終わっちゃうんですけど、洗浄すると、まあ、どこまでもね、まだまだ走れるぞっていう感じで、もうどこまでも回っていくところまで回復します。ただ残念なのは、この回復してもね、141馬力、これカタログデータでは175馬力の新車のデータでしたよね。ですからやっぱり吸気系出すと、まあ、141馬力、それでもここまで30馬力、実用領域ではこの加速に使うこの領域で30馬力もアップするんですよね。でリチャージさんでは、今これ、入気系だけのクリーニングサービスなんですけど、ただいま DPF のアッシュのアッシュ詰まりね、踏ん詰まりにならないようにアッシュ詰まりっていうのも今研究されてます。他の DPF の再生サービスある会社、まあ今いっぱいあるんですけど、切断して分解清掃するっていう会社もあって、まあ確かにこれはね、新車同様、新品同様の性能はアップできるんですけど、やっぱり工賃のお値段って高いんですよ。そしてまあそこに届けるまで自分でね、やっぱり大きなユニットである排気ユニットをごっそりね引き出すっていうのも、すごくこれはディーラーに頼んでも時間かかりますし、自分でやっても大変ですから、これはなかなかできない。まあそういう工賃もかかって結構お高い工賃になってしまうんですけども、リチャージさんではまあそれをね、もっとこの吸排気ね、これは吸気系ですけど、まあ排気系もお安い工賃の中で、 100% じゃなくても 80% 踏ん詰まりを取ってあげれば、性能的にはほぼ 100% に近いところまで回復するっていうところを目指して、お安い価格でこの DPF の踏ん詰まり対策、完璧な新品再生じゃないですよ、性能として回復できるレベルでお安い価格で皆さんに提供しようとして今研究中です。こちらの方もね、皆様ご期待ください。けどそれにしてもね、この吸気系だけでこれだけ回復する、これやっぱり加速感がここまでずっとね、どこまでも戻るって、ディーゼルの胸のすくような感覚、これ皆さん戻ってくると思いますよ。正直言って、実はこれが141馬力であっても175馬力でも、やっぱりね、一般のユーザーにはなかなかわからないところではあるんですよ。けどここまでトルクと馬力がこういう風に回復すると、これはね、5チャンネルさんも言ったように、勝手に前に進んじゃうよというぐらい、すごく素晴らしい回復状態になるんですよね。皆さん、このグラフすごいと思いませんか？ここまでちゃんとシャシーダイナモで解析したグラフのショップさんはないと思いますよ。はい、ここまでのね、長いケースの動画、ご視聴ありがとうございました。でここまでのね、動画が少しでも良かったら、いいねとそしてコメントいただければ嬉しいです。そしてまあ繰り返しますけど、ディーゼルで本当に軽油の中にケミカルを入れて、本当にそのインジェクターを取り外してね、どのぐらい綺麗になったか、そういうね、実例があるサイトをご存知の方、あるいは実際にデータをお持ちの方、ぜひコメントに書き込んで、ここにあるよって言っていただけるとね、また再アップしますので、よろしくお願いします。
Fuel flow, engine start, start, oil pressure, check, phantom power, 48 volts, directional signal, check, RPM increasing, check, navigational devices, on and locked, beacon lights, on, highway lights, on, virginity, fuel flow, engine start, start, oil pressure, check, phantom power, 48 volts, directional signal, check, RPM increasing, check, navigational devices, on and locked, beacon lights, on, highway lights, on, virginity, intact, expressway, this is Ford Mustang. Navigational devices on, lock, beacon lights on, highway lights on, virginity, intact, expressway to the Ford Mustang 3.